こんにちは、サックスの川原塚雄二です。今日はウィンドシンセのお話です。先日、まあちょっと前ですかね、MWIC っていう新しいウィンドシンセサイザー、実はちょっとお手伝いさせていただいてるんですよ。なんていう動画を、上げさせてもらったんですけれども、覚えてますかね。その MWIC っていう楽器、一回本番でも使いました。いや、一回じゃないかな。使わせてもらって、だいぶ安定性が出てきたな。というか、これだったら安心して、まあ、使えるかなっていうところに来ましたので、ここで改めまして、またちょっと機能のご紹介をしようかなと思います。まず、僕が今持ってるのは、この昔のイーヴィ。まあ、見た目はそうなんですけど、この中身がですね、全部 MWIC っていうことになってます。で、まだちょっと開発途中なので、このまあ側をね、ちょっと使わせていただいているというか、そういう感じになってるんですけれども、市販される際はですね、ちゃんとした形、なんていうんですかね、筒状のものに入って、まあキットなのか完成品なのかちょっとわからないんですけれども、とりあえずそういうふうにセットで販売するっていうふうに今話がちょっと進んできています。工作が得意な人だったら、まあこういう他の何かを利用して中にこう組み込むっていうこともできるんじゃないのかなと思うので、その辺はまあおのおの工夫していただければいいんじゃないかなと思いますが、今僕は手っ取り早く前のをこううまく利用させてもらってるという感じでございます。なのでこのプロジェクトは赤井さんは全然関係ないです。これたまたま使ってるっていうだけです。まあ肝心なのはここですよね。見えるか、ここに液晶があっていろんな情報が出てて、でここでこうまだエラーコードを書いたりとか、まあ、してるんですけど、この見えないかな、今ブレスのカーブが出てるんですけど、これでブレスとかこうバイトとかいろんな設定がこの画面で全部できるというふうになってるので、まあ、エディターを使わなくてもここで全部できちゃう。まあ、ただね、ちょっとちっちゃいんで、ちょっとこういう感じで見ますけどね。で、ニューラットの方も、まあ、こういう液晶ついてますね。これ多分同じ大きさのものなのかな。字の大きさもなんか同じ感じしますよね。肝心の音なんですけども、音は、僕は今これ MacBook につながってるんですね。で、MacBook の中の音源を鳴らすっていう風になってるので、これ音はいいですかとか、そういうのとはちょっと話が違うのかなと思っています。で、ちょっと今試しに吹いてみますけど、まあ、非常にこう操作性がいいのはもちろん側がこれだからっていうのもあるんですけど、その息を入れた反応とか、この噛んだ時のビブラートですね。これね、結構ちょっと最近苦労してるんですけど、そのどれぐらい噛んだらどれぐらい音を揺らすかっていうのがやっぱ人それぞれ違うじゃないですか。でもいろんな人にこう使ってもらうようにするためには、その設定もできるようにしなきゃいけないし、その中間値っていうのが多分とっても大事になってくると思うんですよね。で、今まで吹いてきたイーヴィとかニューラットの場合っていうのは、一回打って噛むとこう波形がウーンって出るんですよ。ワーンちょっと やってみますね。これ今噛んで話してるだけなんですけど、ってなってますよね。で、このっていうのが連続してやることによって、っていう音の揺れもできてるんですよ。で、この間サックスワールドかなのなんかで僕もちょっとお話ししたんですけど、この噛んでる状態からふって離すことで音程が下がる。今この口だけで音下げてるんですけど、これが非常に大事な要素になってきます。ニューラットの場合はどうなってるかというと、同じで今噛むとって言ってますよね。これも上がって下がって戻るっていうのが一つの動作になっています。で、噛んだ状態、要は吹いてる状態から口を緩めただけで、っていう風にこう音を下げて終わることができる。で、ちなみに今、これも、同じ MacBook に今同時につながっているので、同じ音源を鳴らしています。同じ音源を鳴らしてるんですけど、
感じで、M ウィック。同じ音源を鳴らしてるんですけど、ちょっと違うんですよね。多分動画では伝わらないと思いますね。音色の違いも、今 MacBook のスピーカーから音を出したものを MacBook のマイクで音を拾っているので、そんなに正確じゃないと思うんですけど、この違いもあんまり伝わってないかもしれないですけど、吹いてる方としては、あ、結構違うなと思っています。じゃあ機械は一緒なのに何が違うんだっていう風になると、そのブレスの息を入れた時の音の開き具合とか、噛んだ時のその反応速度、例えばさっきウィンウィンって1回のサイクルをしますっていう話をしたんですけど、 M1 区の場合はそのスピードを変えることができます。例えば、ニューラットとかちょっと速くて、これよりもちょっと速いかなと思うんですけど、 M1 区の方をそれを調整してみると、遅くするとこれぐらいです。ダーンフィーンっていう感じになりますよね。だからやりたい曲調とか、その自分のビブラートの噛むスピードによって、この辺が調整効くということですね。基本的にはワンサイクルでうーんってこう戻るので、遅いビブラートも速いビブラートもこれでこなせるんですけど、そもそものデフォルトのこの幅を変えるということで、もうちょっといろんなことに対応ができるようになるのかなと思います。逆にちょっと速くしてみましょうか。もうちょっと早いかな。これニューラットと同じぐらいですよね。これ一瞬ですよ。ヤンヤンって言ってますよね。これを一応中間値にしておくと、でこのビブラートの噛んだ時にどれぐらい値を動かすかっていうのも、全部できます。ちょっと反応を良くすると、まあ噛む力って人それぞれなので、これぐらいにしとけば、まあ、ちょっと噛めば音が変わる。まあさっきと同じ噛み方しちゃうとちょっと変わっちゃうんですけど、まあ、これぐらいいろいろ調整の幅が効くと。でもっと逆に緩めることもできるし、でこのバイトセンサーのカーブも変えられるので、自分の好きなところを見つけるのが、まあその分いじるところがいっぱいあるんで大変なんですけど、人それぞれいろんな人に対応した調整がここでできるのかなと思います。当然グライドもできますし、このスピードも変えることができます。まあでもこれは音源側でね、変えてあげた方がいいのかなとは思います。で、前にもちょっと言いましたけど、ここのピッチベンドですね。これセロテープで遅くしたりっていう風にするんですけど、これも、ここで変えることができます。ニューラットの場合だと、まあもともとテープ貼ってあるんですけど、このテープを貼り増ししてですね、ちょっと調整したりとかしてたりします。まあ音色はね、なんか同じ音源吹いてるんですけど、ニューラットの方がちょっとなんか密度が濃い気はするんですよね。気のせいなのかな。両方吹きやすいは吹きやすいんですけど、まあ僕好みに調整してあるので、まあニューラットの方がなんかこうまあこ
これ息が抜けない構造になってるんですね。息が抜けないから外からこう息を漏らしながらタンギングしてるんですけど、その辺の感じがちょっと影響力が出てるのかな。息が、まあこっちは息が入るので、その違いが多分出てるのかなって今ちょっと思いましたね。あとターンギングに関して言うと、おそらく息が抜けないものの方がなんかいろんなことができる気がします。でこれはもちろん息が抜けるんですけど、息の抜け方っていうのはそんなに抜けないので、あのだからオリジナルのイーウィーに近い状態なので、これも息、僕は息漏らしてないんですけど、息を漏らしながらやるとなんかいろんなことができるような気もします。まあ、これはちょっと練習と慣れですよね。でちょっと、ね、この全メニュー見せたいんですけど、ちょっと見えないですよね。別のカメラでちゃんと撮った方がいいのかな。まあ、ここはね、多分あの市販されるときはまたちょっといろいろ変わると思うので、もうちょっとこうなんか固まってきたらまた紹介しますね。今日はこの実用性がすごく高まった状態になったので、ちょっと嬉しくなってですね、一回動画を撮ってみようかなと思いました。あとはもちろん安定性が増すっていうのもそうなんですけども、ここの筐体ですね、これじゃなくてオリジナルのあの販売予定の筐体の方も、指のこのキーの場所ですね、場所とか、あとここの厚さとか、あとケーブルをどういうものを出すか、一応今これは USB-C なんですけど、 C よりもあの四角いやつね、 B の方が僕はいいんじゃないかなと思っていて、いろいろちょっとこの提案をしてたりもするんですけど、あと MIDI、 これも今はこの TRS ってあの細いミニイヤホンのやつみたいな、あのミニプラグを挿して MIDI 取り出してるんですけど、まあやっぱりこの従来のこの5個のやつの方がいいんじゃないかなと思ったりもしています。その辺がだからまだ固まってないので、もうちょっとしたらあのこういうものをこういう形でいくらぐらいで売り出しますっていう情報を、公表できるんじゃないのかなと思っています。ということで今日 MWIC 紹介第2弾ですね。最初に動画出してから結構ね、あのコメントとかもいただいてるんですよ。直接連絡も来たりとかして、あの興味あります、いつ発売ですか、いくらですかみたいなの、来てるんですけれども、まだですねちょっとそこまではあのはっきりとは申し上げられないんですが、というのもやっぱりパーツがですねまだ入手困難みたいで、中に使ってるこの半導体ですね、これがあの要はわーって買えないんですよね。なので大量生産がちょっとまだできないということで、ちょっと煮詰めてる段階です。また何かこう分かりましたらその都度お知らせしたいと思います。どうもありがとうございました。